夢と空想と目標の違いって皆さんパッと言えますでしょうか。夢みたいなこと言ってんじゃないよっていう人もいれば、もっと夢を持ちなさいっていう人もいる。この夢とか、目標とかね、さっき空想って言いましたけど、こういった言葉の定義って正しく知っておかないと、この社長、このマネージャー何言ってんのかなっていうふうに思われてしまいます。親としてもそうですね。ぜひぜひ今回の動画しっかり最後まで見ていただきたいと思います。皆さんこんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アダックセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマは夢と空想と目標の違いとはです。一体何が違うのか、もうちょっと明確に定義をしていきたいと思います。今回は3部構成でお話をしていきます。第1部、夢を持つことは大事なのか。第2部、夢と空想の見極め方。第3部、目標と計画についてです。今回の動画を最後まで見ることによって、皆さん誰かを説教しようと思った時に、あ、そうだ、夢と空想と目標ってこう違うんだ、あ、じゃあこういう時はこういうふうに言った方がいいって頭の切り替えができるようになりますので、ぜひぜひ最後までお付き合いください。それではいきましょう。まず夢って何か。これね、私なりの定義なんですけど、あり方は分かってるんだけど、やり方が分かっていないようなものは全部私は夢だと思ってるんですね。例えばすごく分かりやすいのは、小学生の子が将来プロのサッカー選手になりたいって言ったら、お、素敵な夢だねってなるじゃないですか。素晴らしいです。どうすればいいのか、やり方はよく分かりませんけれども、そうやって夢を持つことって素敵なことじゃないですか。他にもパイロットになりたい、これもいいですよね。もうちょっと職業的なことではなくって、素敵な人と結婚したい、これも素敵な夢ですよね。他の人から素敵かどうかっていうふうに判断される、それは置いといて、自分はこういうふうになりたい、こんな状態になりたい、だけどどうすればいいかは今のところよくわからない、これが夢というふうに私は定義しています。皆さんどうですかね。会社の中でもあると思うんです。どん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 事業を多角化したい、そして会社をどんどん大きくしたいんだよねと。今は関東近辺とか関西一帯にお店があるんだけど、これを全国規模にしたいんだ。そして東南アジアとか、そういったところにもどんどん広げていきたい。どうすればいいかよくわからないんだけど、私としてはそんな夢があるって社長に言われたら、お、頑張りましょうってなるじゃないですか。やっぱり夢を語るっていうのは私は大事だと思っています。先ほども言った通り、やり方はよくわからないんですよ。やり方が分かってからそのイメージを持つっていうふうに考えてしまう人っていうのは夢を語れなくなるんですよね。なので、夢みたいなこと言ってんじゃねえよ、どうすればいいかわかんねえじゃんってこうなっちゃうわけですよ。ロマンもへったくれもないですよね。なので第1部、夢を持つことは大事なのか、これはね、とても大事だと思いますね。ちなみに私は現在54歳です。今現状どうなってるかっていうと、ものすごく腰が痛いで、首もね、最近すごく痛いんですね。もう何年間もずっとパーソナルトレーニングジムに行ってるんですけど、最近はあまりにも体が痛すぎて、そのジムにも行けないような状態になってるんですね。いやー、何年間もずっと行ってきて体を鍛えてきた、腰痛対策、肩こり対策やってきたにもかかわらず、またこんな状態になってしまって、まあ残念なんですけど、で、私の夢は一体何か、ちょっと口頭向けですけど今言ってみましょう。アタックセールスアソシエイツという会社をこれぐらい成長させたいとか、例えばこの YouTube チャンネル余財管理大学をチャンネル登録者10万人にしたいとかね、どうやったらいいかよくわかんないけど、そういう夢を持ちたい、こうなんでもいいんですけど、さっきも言ったように私、体があまりにも硬いで、すぐにちょっとしたことでもう首が動かなくなったり、腰痛でずっと座ることができなくなったりっていうことをずっと繰り返してるんですよ。その私が60歳でヨガのインストラクターになる、こう私が宣言したら、皆さんどうでしょう。夢みたいなこと言ってるんじゃないですよ、小山さんって皆さん思いますか。そうかもしれないですよね。54歳になって何言ってんですかと。それだったら YouTube チャンネルのね、チャンネル登録者数をもっともっと増やす、2倍3倍にするっていうんだったらわかるけど、横山さん、今の状態でヨガのインストラクターってヨガ舐めてるってね、まあ言われそうじゃないですか。だけど夢は夢じゃないですか。私の定義からするとイメージはできるわけですよ。だって世の中にヨガのインストラクターの人たちっていっぱいいますよね。男性でもいっぱいいると思うんですよ。で、やり方もいっぱい提示されてるわけでしょ。で、私は今のところやり方は分かりませんけどね、インストラクターになるための。だけど、まあそれは調べればね、見つかるはずなんですよ。ですので今のところ夢として定義してもいいんじゃないかなというふうに私は思っています。皆さんどうでしょう。では第2部、夢と空想の見極め方です。空想ってすごくなんかネガティブな表現ですよね。じゃあ先ほどの話、小学生の夢の話で言うと、パイロットになりたいと考えた時に、
どうでしょうね、逆算して物事を考えるじゃないですか。ですから小学生の時にパイロットになりたいんだ将来って言った時に、いやパイロットになりたいんだったら今からちゃんと勉強しなってお母さんに言われるかっていうと、まだそこまで考えなくてもいいかもしれないですね。高校生とか大学生ぐらいになって、まあわかんないですけど調べてみないと、そこから逆算してパイロットになるための勉強とか、まあ将来の道を模索していくってことはあるかもしれないですね。で、素敵な人と結婚したいという夢だったら、正直言って小学生の頃とか中学生から考えなきゃいけないかっていうと、まあ、そうでもないかもしれないですね。社会人になってからでもまだ遅くないかもしれないですよね。一方でプロのサッカー選手になりたいっていうんだったら、小学生の頃からサッカーはやっておいた方が多分いいでしょうね。中学生とか高校生になってから初めてサッカーをやるんでは多分遅いと思うんですよ。つまり夢と空想の違い、どういうふうに見極められるかっていうと、そのあり方から逆算してやり方を模索できるか、ちゃんとそれをやってるかということです。結局それをやってないんだったら単なる空想じゃんっていうことです。大学生になってサッカー一度もやってないんだけど、でも将来はプロのサッカー選手になりたいんですよねって言ったら、いや夢じゃないじゃんってことになりますよね。突っ込まれますよね。もう空想やんってことになります。ですから何年後には会社をこれぐらい大きくしたいんだって言ってるにもかかわらず、逆算して行動していません、やり方を見つけようとしていませんだったら、社長それって空想で終わってますよってなるわけです。では第3部、目標と計画について。まあ夢と目標の違いというのは、まあ目標は当然もっと具体的であるということです。夢はちょっと抽象的でもいいですよね。例えばプロのサッカー選手になりたいっていうのはかなり抽象的ですよね。でも目標っていうとプロのサッカー選手というよりはもうちょっと具体的な方がいいですね。何歳で例えば J リーグのどこどこのチームでスタメン選ばれていると、でその後に2年後ヨーロッパの中堅のクラブチームでスタメンで活躍しているとか、こういうふうに具体的になると目標になってきます。で目標にすることによってで、そこから具体的に逆算して計画を作ることができるということです。ですので会社をこれぐらい大きくしたいんだよね、いずれは東南アジアまでどんどん出展していきたいんだ、これは夢でいいと思うんですけど、でも具体的にいつまでにどの国にどれぐらいの店舗数出展するんですか社長って言われた時に、まあそれはまあおいおい考えるとか、そういうふうに言ってたら計画って作れないじゃないですか。なので夢は夢でいいんですけど、あるタイミングでその夢を実現化させるためには夢を目標に転用しなくちゃいけないし、そして目標にしたらそこから逆算して計画を立てていくということです。ですから例えば私が60歳でヨガのインストラクターの資格を取る、これって夢だと思うんですよ。正直言って周りから、いやいや横山さん夢みたいなこと言ってんじゃないよ、そんなの空想じゃんって言われるかもしれませんけれども、いや空想かどうかわからないじゃん、ここから具体化すればいいわけですよ。私が60歳の誕生日の時にこのヨガのインストラクターの資格を取る、じゃあそのために単純に勉強すればいいというんだったら多分私は受かります頑張れば筆記試験でいいんだったら。でもフィジカル的なことがあるじゃないですか、物理的にそれ無理じゃんっていう。ですからこれは専門家に聞けばいいと思うんですよね。で先ほどもお伝えした通りパーソナルトレーニングジムに行っていてヨガに詳しいピラティスに詳しい方がいっぱいいるので、その方に聞けばいいわけですよ。あと6年ぐらいでヨガのインストラクターにはなれないかもしれないけど、インストラクターの資格を取るっていうこと私考えてるんですけど、実現できそうですかねと、でプロに聞けばいいわけですよ。そうすると不可能ではないかもしれないと言われるかもしれないし、いやインストラクターの資格を取るにしてもかなりハードルが高いと。だからあまりそこにこだわるんではなくって、もうちょっと手前のこういうところを目標にしませんかって言われるかもしれないですよね。これねとても重要なポイントで、いや無理ですと、横山さんいくらなんでもあと6年間でヨガのインストラクターになれるか、他の方だったらいいかもしれない。でも横山さんの今の体の状態からすると、それを目指すことによってさらに体が悪くなってしまう可能性がある。なので目指すんだったらこれを目指したらいかがでしょうかって提案されると、そうすると目標の修正ができますよね。でここまでもしできるんだったら、ひょっとしたらこの先、まあ、60歳がいいかどうか分かりませんけども、ヨガのインストラクターの資格ぐらいは取れるかもしれませんと言われるかもしれない。なのでここがとても重要で、夢を語ることってとても大事、でもそれを実現させようとした時にそれって目標にしなくちゃいけないじゃないですか。でその目標というのは必ず期限がありますので、その期限から逆算していくことになる。専門家に見てもらって、それだったらこの計画を修正した方がいい、もしくはその目標はこう変えた方がいいっていうふうにアドバイスを受ける。そうするとさらに実現が
近づいていくということなんです。これでね、とても重要なポイントで、せっかくこういうことになりたいって思ってるにもかかわらず、無理じゃん、そんなの空想じゃんって言われて、この夢そのものがなくなっていくっていうのは残念ですよね。パイロットになりたい、だけどなんだかんだ言ってパイロットになることを諦めた。けれどもパイロットには難しくっても、でも実はもともと飛行機がとても好きなんで、飛行機に関わるようなお仕事なら、まあ、それでもいいと、まあ、こういうことはあるかもしれないですね。じゃあこの仕事を作るために、そこから逆算すると、今何をしなくちゃいけないのか、何の勉強をして、どんな自己鍛錬が必要なのかっていうことが分かっていれば、そこ努力しがいがありますよね。これね、とても重要なんです。私は目標絶対達成のコンサルタントです。営業目標を絶対達成させるために、目標の2倍の余剤をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業マネジメント手法、余剤管理について、これを多くの会社に普及したいというふうに思ってるわけですね。こういったメソッドがあることによって、今自分たちが掲げている営業目標が本当に正しいかどうかっていうのは一発でわかるんですよ。これがいいじゃないですか。つまりなぜ絶対達成かっていうと、私どものメソッドで目標が適正に調整されるからなんですよ。で、この目標だったら必ず達成できるので、このために行動していきましょう。で、そこから逆算すると、一体どんな計画がいいかってことはわかるわけなんですよね。それぞれいろんな専門家がいますので、夢を実現させるためには、ぜひぜひ専門家に聞いてみてはいかがでしょうか。今回の動画はいかがだったでしょう。ぜひ皆さんにはこの余剤管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったって方は、いいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そして先ほどお伝えした余剤管理について興味があると思ったあなた、概要欄で紹介されている3つの資料、今すぐダウンロードしてみてください。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。